ほらこんにちは。ほらこんにちは。ほらこんにちは。こんにちは。はい、モンスターアニメの中の人 DX です。モンスターアニメ実況ゲストをお迎えして今日もやってまいります。おう、はい、おう、では自己紹介の方お願いします。はい、モンストの中の人の刺身です。そしてそして、はい、モンストのアニメと 3DS のストーリーとプロジェクト構成をしています、石井二郎と申します。はい、お願いします。お願いします。今日はもう何でも熟知していらっしゃる、はい、石井さんが、はい、来てくださいましたので、はい、最終回まで知ってますよ。早い、もう早すぎますね。じゃあ最終回の話をしよう。ダメです。そうですよね。今日は第3話ですね、はい、第3話、はい、オラゴンが最終回でこんなになってしまうかも。闇落ちですか、はい、石井さんが書いてくださいました。はい、見れるですね。見れるの、はい、見れます。はい、今から見るんですよね、はい、第3話を一緒に見てまいりましょう。やった、いろいろ聞いちゃうので、はい、お願いします。はい、はい、スタート。本当落ち込むの、また襲われたらどうする。オラ様がいなくては対処できるんだろう。そうなのかもしんないけど、そもそもなんで襲われるわけ。いきなりオラゴン、はい、いきなりオラゴン。このモンストとかってアプリのせいか、消すか。すごい、外に消すんかい。あ、火は出ていない。そうなんですよね。はい、火出ないんですか。あ、そうなんだ。これボーってやったら真っ黒になるみたいなギャグも面白いですよね。ありがとう、はい、今回は違った感じですね。怒られるの嫌なんですね、オラゴン。かわいい、かわいい。違う、見られるだけで騒ぎになるんだろう。基本的な分類よく分かんないし。確かに。これで見られたくない。いや、これ今見えてないですけど、さっき、うん、さっき周りに見えて。さっき見えてるけど、なんかぬいぐるみと喋ってんのかなって思われてたんじゃないかな。またレン君が危ないですが。はい、妹可愛いですよね。可愛い。こう左右の友達いそうですよね。いそう、いそうです。十歳ですよね。そう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 。うん、オラゴン今見えてない。オラゴン見えてないですよ。レンしか聞こえてないですよ。むっちゃくちゃ鬱陶しいですよ。みんなには見えてないのに俺リアクションしたらやばいだろ。やばい、ぬいぐるみ感が。見えてないの。そうですよ、あのお母さんと妹に見えてないですよ。でもここで喋っていろいろ、はい、あ、僕あのレン君にしか見えてないんですか。へえ、それ痛いですね。あ、いやいや、これアドリブです。これね、福島さんの。そうなんですよ、いきなり初めてね、みんなびっくりした。これもしかしてサービスカットですか。サービスカット。このね、なんかこうメガネ、競泳用のこの水中メガネのここが後ろがどうなってるかみたいな、うるさいプロデューサーに。あー、違う、こうじゃないみたいな。2本になっているんです。そう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 、平沢さんっていう。ああ、平沢さん男子校なんで、なんでか女子の水着にうるさい。チラチラ今の見どころでしたね。ちょっと見てなかった、平沢さんのせいだ。平沢さん水泳部とかじゃないんだ。そうなの、水泳部が使ってないとこっそり泳いでんの。なんか女の子髪の毛下ろしてるとこいいですよね。そうですよね。あ、うん、今回はいきなりもう3話で髪の毛下ろしてる、はい、うん、結構暇でさ、やっぱなんか熱くなることを探してたの。かわいいな、展開早いね。あ、これオラゴンはね、はい、見えていい人には見えてる。あ、葵ちゃんには見えるんですね。すごい伸びる。いや、かわいい。あ、こいつ角触ると怒るよ。かわいい、オラゴン触りたい。怒らないの。あ、人によるんだね。人によりますね。レンが触ってたらね、あの、はい、続きお腹にくるわけですからね。何かね、あるんですね。あ、もう髪上げちゃいました。残念。今ほんと一瞬に。この人なんかタモリタモリって言われてました。本当ですね。そうですかね。この音楽はあのあれじゃないですか。モンスターが攻撃する時の音楽。はい、怒りになった時の。そう、怒りの音楽。このリングかっこいいですよね、うん、そうですよね、これすごいこだわって、ね、あのミキシーの社内のデザインさんがもう半年ぐらいずっとなんか考えてたと思います、いろんなデザイン。うん、マジか。アプリ本当は決められた場所、決められた形でやるものなんだけどね。はい、あ、だいぶ設定が出てきました、ね、はい、このファイオいいですよね、今の。いいですね。今のすごいこだわって3回ぐらい撮ってる。そうなんですね。モンスターはモンストのプレイ中にしか現れない。はい、オラゴンが今ここにいるのも何かが起きてる証拠かも。オラゴン
修行にやってきたんですね、うん、そういう設定なんか言ってましたよね確かね、はい、これ柔らかいですか柔らかいですねパクパクオラ様って呼ばれてる。俺の記憶のこととか。知らん。どうしてオラ軍はここに出てきたのか。知らん。知らん。え？知らん。何も知らない。また使うことあるかも。そう。この身長ドキドキしますよね。指輪返そうと思ったらしててみたいな。なんかお揃いなのかなって思っちゃいます。あ、来ました。新キャラ。あ、かっこいい。これもらったんだ。水沢さんに。え？そう。私が。後で話そうと思ってたの。ねえアキラ、よかったらもう一度ゴーストしない？またチーム組もうよ。あ、クール。アキラ。チームなどありえない。誰もハルマの代わりにはなれない。ハルマ。やばい、かっこいいこの人。どういうことね。かっこいいですね。いいですね。好きですこういう人。でもハルマっていうリーダーが転校してチームは解散しちゃったんだ。うん。そのリングはリーダーのハルマが使ってたもの。なんで置いてっちゃったんだろう。なんですかね、はい、まあ、僕は知ってますけどね。なんで置いてったんだろう。グレイスモール神の原集合。グレイスモール、みんなで妄想やってるっていう場所があるみたいですよ。言ってました今。モールでやるんですね。ちょっとついていけない。あ、またこう、うん、中二っぽいなんか喋り始めた。こっちこっち。夜9時に集合とかちょっと楽しいですよね。中学生で年の私服も初登場。あ、え、これもいつもあるですか。下に着てるやつですかね。そうですね、赤いジャケット脱いでる感じですね。いいですね、こう夜の誰もいないショッピングモール。ジャージのコートいいですね。暗がりに呼ばれたことであらぬ期待をしているのではないであろうな。なわけねえだろ。考えてそう。はい、彼もです。もしやどこ行くんですかね。もうすぐわかるよ。スマホでタッチしますね。そうですね、うん、スマホの多分反応して、普段行けない場所に行ける、やばうわ。そういう妄想しますよね中学生の時って。します、します。自分だけは行けないところに行けるんじゃないかって思って、うんうんうん、すごい学生がいっぱい集まってる。あ、誰？あ、レチリが出ました。なんだこれ。ここがコロシアム。モンストコロシアム。すごい。お、ここで、もうということで第3話ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。いや、私たち謎分かんなかったんですけど、うん、今回謎ちょっと1、2話に比べると難しいかも、はい、なので、はい、ちょっとだけヒントを、はい、出します。お願いします。2話も難しいですよね。ああ、2話もね、うん、でも、うん、もうちょっと今回もしっかり見ないといけないかもしれないので、ま、今回は時計に注目です。時計がどっかにあったと思います。もう一回見よう。そうですね、この後もう一回見て、もう一回見たい時計を探して、はい、時計毎回謎解きありますからね。時計か、謎解き会議ちゃんとやってるんですよ、アニメのシナリオ会議。謎がちゃんと提案があって、はい、今回の謎はこんな感じどうですかねって、あの絵コンテのこの場所に謎入れたら面白いですよみたいな、はいはい、謎提案のプロの方が来てて、毎回もう謎担当のプロの人がいるんですか。おお、それは難しい通りで、うん、365日謎を考えてる人がいる。すごい。その人すごいですね、はい、謎のプロですね本当に。その人が今回も仕掛けていますし、次も次もずっと仕掛けてますんで、はい、じゃあ謎にも注目し、この後葵と蓮はどうなるのか、はい、楽しそうですね。楽しみに、うん、まあ、戦うのかな、あの後どうなるのかな。戦うんですかね。アキラくんとかもどうなんですかね、うん、冷たいですよね、はい、あれちょっと持ってかれちゃいますよね。はい、アキラくんね、あの新しく出てきた子ですよね、うん、ああいうの出てくると、はい、まあちょっとこう男子としては、はい、うん、もういらないかなっていう。ね、なんでですか。あんなにかっこいいのに。なんかその、うん、さっきの会話のところでいくと、はい、ちょっとなんか葵ちゃんと過去に何かあったっぽいですよね。そうですね。モンストでチーム組んでたとか言ってたんで、うんうん、まあ、葵ちゃんの声でもなんかお言葉上がってましたよね、うん、モンストしようよみたいな、うん、もう一回チーム組もうよ、うん、はい、
でもなんか誰かの代わりにはなれないから、ハルマの代わりにはなれないって言ってましたね。また出てましたね。ハルマ誰か新しい人出てきたよ。あの指輪の持ち主ですよ、はい、展開が早すぎますよ。ちょっともう、うん、ちゃんとじゃあもうこれからしっかりこの、実況動画で、はい、あのこうどんどん設定を明かしていったり、はい、あとそうですね、あのなんですか、雑誌とかも、はい、モンスト専用の雑誌とかも出てますから、あ、そうですね、そうですよね、ああいうモンストニュータイプ、うんうん、でそういうところ設定とかも載ってますから、はいはい、要チェックしてもらって予習復習して宣伝してますね、はい、はい、そして、はい、モンスターストライク 3DS も出たんですよね、出るんですよね、はい、出るんですね、ちょっと大きく見せちゃいます、バン、12月17日発売、はい、でこれですね、あ、もちろんそのまあアニメと同じキャラクターが出てくる、うん、はい、ストーリーなんですが、まあこれはもうポリゴンのキャラクターなんですけど、はい、みんなキャラクターがアニメにこれは負けずにすごく魅力的です。もうアキラとかもかっこいいし、うんうん、葵ちゃんもアニメに負けずに可愛いし、はい、南ちゃんもねまだアニメ出てきてないですけど、うん、これも可愛い、CM でも映ってましたもんね、はい、本当ね、ポリゴンのキャラクターが可愛くて、はい、ポリゴンがすごく細かくお芝居するんですけど、もうぜひ、今日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、では第4話もお願いいたします。第4話もお楽しみに、はい、はい、ではバイ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 